はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。では今回はですね、This is a Police 95日目をプレイしていきたいと思います。で、早速なんですが、いつもの通り新聞ですね。歌手ジェナーロ・クレスポ、ファンに指輪をプレゼント。これファンの誰かにってことですよね、きっと。もう一子、性的マイノリティ活動家、フリーバーク全域で同性愛嫌悪者が増加中と発言。まあね、これ、まあ、同性愛とかに関して言うと本当にね、センシティブな話題になるんで何とも言えないんですけど、僕は全くその毛がないんで、ちょっと理解はできないんですけどね。まあ、だからといってそれが悪いともいいとも言わないんですが、やっぱりね、女の子が大好きなんで、ちょっとわからないですね。最後、街のゴミ廃棄所で第二次世界大戦中の機雷発見。機雷なんだ。なるほど。では、念のためですね、もう本当に。メモです。チームの働きは5時の働きで決まる。まあそうですね。じゃあ今日も元気に出勤をしていきます。ディクソン、出勤の支度をしている時に誤って洗面所の鏡を割ってしまったんです。鏡が割れると7年間不運が続くと父がいつも死にしています。7時間経ったらいいのに。バカらしい迷信だと思うのですが、念のため休暇を取ってもいいですか。いやー、これさ、7年間でしょ。いや、これはダメだよね。もうちょっとまともな条件をさ、言ってよ。疲れすぎてフラフラバスティアン、まあ、これはね、休暇取ってもらいましょう。事故のもとですからね。では勤務開始します。おっと、新しいバーができたね。街に新しいバーが開店。オーナーはすべての警察官と消防士にタダで酒を振る舞うと言ってる。職員たちもきっと大喜びするだろうって言ってますね。いや、これは嬉しいよね。バーでタダで酒が飲めるんだったら。まあね、できればキャバクラみたいなところの方がよりベターなんですけどね。では、この辺りは全部要求しましょう。スワットはもう拡張不能か。早速事件ですね。自殺予告。教え子が屋上の端に立っていると科学の教師から通報。自分の性的嗜好を隠さない子だったから同級生から嫌がらせを受けていたの。さっきね、ちょうど同性愛者が増えてるってニュースになってましたよね、新聞上でも。で、心が折れたと。こういうのはね、女性警官に行かせましょう。それにメガネ君のドレイク。ちょっと本当にね、女性が女性を好きになるっていう神経はもちろん僕が男なんでわからないんですけど、男が男を好きになるっていうね、神経に関してはね、男である僕は全く理解できないですよね。まあ、だからといって非難してるわけではないですよ。武装強盗事件、現代美術館です。動物解放主義の展示会の公開初日にマスクをつけた武装集団が乱入。男たちは警備員2人を殺害すると絵画を袋に入れ始めた。中には何十万ドルという値がついているものもある。数人の来場者とスタッフがまたギャラに何いるということになってますね。まあ、まずはスワットチーム出しましょう。もう殺害されてるからね。それに、フロリド、マリニアック、ディクソン。まあ、この精鋭3人を送れば大丈夫でしょう。でも、絵画とかってね、売りさばけないですよね。そういうのって。盗品だってすぐに分かっちゃいますからね。自殺予告の方は、犯人を逮捕って、これ誰のことなんでしょうね、犯人は。その児童を犯人扱いして手錠をかけたのかな。補導したとかってなら分かるんですけど、犯人を逮捕したってなるとね、またちょっとニュアンスとかも全然変わってきちゃいますよね。そしたらちょっとトレンディーなゲイ君とバンダール、この2人を追加で派遣しましょう。んで、ライフライヤーの電気店、強盗事件ですね。電気店の警報器が作動。連絡を取ろうとしたが音がない。これは無視しよう。誤報の可能性が高いと判断。まあ、この辺りのね、判断ミスで市民に死亡者が出たりするケースも稀にあるんでね。まあ、ただここはさすがに大丈夫かなって感じがするんですよね。で、不法集会です。食肉処理場。若者の集団が食肉処理場に入り口を塞いで、食肉は殺しと歌っている。抗議者たちは派手なポスターを掲げ、目撃者によると武器を手にしている者もいるらしいと。まあ、これは一旦鎮圧するしかないな。まあ、家畜の扱いに関してということだと思うんですけどね。
まあ、それを言うなら社畜の扱いに関してもちょっと一考してほしいなと思いますけど。さあ、強盗事件の方ですね。うわー、市民が死亡してるよ。しかも一番ダメなパターンやっちゃったな。警官に余裕があったんで派遣するべきだったかもしれないですね。まあ今更ですが。さあ、オフィスビルでの薬物製造ですね。オフィスビルでやってんだ。リサ義援は歯医者に急いで向かっていたが、間違えて別のオフィスに入ってしまった。そこには白いコートとマスクを身につけた人たちがいたわ。薬品や薬瓶ですね。いや、奇妙な器具、そして色とりどりの瓶も見えた。きっと麻薬よ。これも嘘くさいわ。まあ一応ゲイとバンダール送っときますか。2人で行けって言ってんだけどな。まあドレイクも出すか。不法集会の方は犯人を確保してますね。もうこれ以上今日市民に死傷者を出すわけにはいかないので、誤報臭くても出すしかないんで、まあ、あれこそ本当に誤報臭いですけどね。神からの試練。ボイド所長、イエス・キリストの栄光を称える新しい教会を建てることにしたのですが、彼の善良なるしもべたちの欲に悩まされています。建物の基礎を敷こうとしたその時、工務店が急に料金を上げると言い出したのです。同意しなければスケジュールに遅れが出ると脅してきました。これはキリスト教精神に反しているばかりでなく、まさにゆすりです。どうかあなたの部下を話し合いのために工務店に派遣してください。なんならコンクリート詰めにしてやってもいいのです。これが教職者の言うことなんだろうか。それが主の望みなのですから。罪深き者を犠牲にしてでも教会を建てなければなりません。そのことをあの異教徒と共に叩き込んでください。6人は出せないよ。6人いないもんだって。しょうがないね。6人いれば出してあげるんだけど。もう6人いる状態になった。いる状態になったんで、下から6人出してあげよう。これで金をくれるんだったら。で、発砲事件。うわ、こっちの方が明らかに凶悪性高いわ。パトロール隊が黒いジープをスピード違反で停止させようとしたら、ドライバー搭載を試みた。で、発砲したと。スワットチームを出しましょう。出たよー。フロリードはこれがあるんだよ。薬物製造の方から急いで。やっぱりこれ誤報か。急いで人を引き上げよう。15秒ある、まだ。間に合うか？ギリギリ間に合いそうですね。ギリギリ間に合った。そしたら下1人とバンダールも出して、スバットチームも出して確実に検挙しましょう。で、不審人物の方ですね。ロンバルディ夫人が窓の外を眺めていると、大柄で不審な男が手を広げて何かしているのを目にした。きっと悪魔崇拝儀礼のようなものなんだわと言っている。何をしているのか確かに謎だけど、一応出す。で、フリーバーグ司教からのコメントですね。55ドルかよ。もうちょっと金よこせよって言いたくなるな。ちょっと安すぎません？警官6人も出して。55ドル、つまり5500円ぐらいですね。まあ1ドル100円で計算した場合ですけど。で、発砲事件の方ですね。パトカーが黒いジープに追いついた。浅黒い肌の若者が窓を開けると発砲。ライフルみたいなの持ってますね。タイヤを撃つか、ジープを縁石に衝突させるか、若者を銃で撃つか。まあ、ここはタイヤを撃って一旦車を停止させましょう。突然、ジープが路地へ曲がろうとしたが、曲がりきれずに横転。両手を上げて出てこいか、ジープを取り囲み様子を見るか。横転したジープを攻撃するか。まあ、ここは出てこいっていうのが筋ですよね。まあ、フロリドも出してますから、バンダルはカスですけど、大丈夫でしょう。自動小銃はマフィアに流して、また犯罪組織に回しましょう。で、破壊行為。侵入者をギャラリーに封じ込めたと年配の警備員から通報。その男はすでにハンマーでエロスとタナソスに展示しちゃった、彫像一体を破壊。急ぐ必要はない。ここから逃げ出せるはずはないから、他の彫像もどうなっても買わない。破壊したいそうならそうさせればいいと警備員を話した。
ちょっと美術的なものが正直申し訳ないんですけど、あんまり興味がないんで、僕にとってのね、芸術はやっぱり女性の裸だけなんですよ。本当にね、もういくら見ても見足りないですからね。さあ、これでもう今日事件はいらないな。で、破壊行為の方は犯人を確保してますね。まあ、今回はね、電気店で1個誤報扱いして、市民に死傷者が出てますからね。さあ、これで全員戻ってきたので勤務終了ですね。95日目終了になります。皆さんいかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。